さあここからは大須価格調査隊です。今日は大須3丁目魚安商店からお伝えします。廣中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあこちらには今日もずらっと新鮮なお魚並んでいるんですけど、中でも気になったのがこちら、見たことありますか？廣中さんこれは何でしょうか？これはあのカメの手って言いましてね、甲殻類の仲間なんですよ、はい、へえ。この部分を塩茹でして食べるんですね。そこの部分を食べるんですね、はい、どんな食感なんですか？あのエビとか、はい、カニとかそういう系統に似てますね、味は。そうですか、いろいろありますね。さあでは早速先週と今週の価格の比較見ていきましょう。このようになっています。まずは金目鯛ですが、こちらは先週と比べて100円上がりましたね。そうですね、今日はあの入荷がすごく少なかったもんですから、はい、ちょっと値段が上がってしまいました。その入荷が少なかった理由っていうのはどういうことですか？やっぱ天気がとか風とか、はい、天気は暑くなりすぎると良くないんですか？暑くなりすぎてもあの下に潜ってしまうんで量が取れないっていうのはありますね。あとはそういった風の影響点も大きく受けるわけですね、はい、では続いてヤリイカですが、こちらは50円下がりましたね。そうですね、あのこう1週間ほど前から入荷が始まりまして、値段はちょこっと高かったんですけど、今ちょっと下がってこれからもっと安くなるんじゃないですかね。そうですか。出だしの値段っていうのがその450円だったんですよね、はい、でそこから今50円下がって400円になっているということですが、この時期が旬なんですか、ヤリイカは？これからですよね。これから、今の時期のヤリイカの特徴は何か？やっぱ刺身が一番甘みがあって美味しいですよね。いいですね、まあ、これだけ身が大きいですからすごく暑いですし ね、 ね、はい、食べられますね。さあでは続いてカツオ、こちらは、変わらずですね。そうですね、入荷も順調ですし、あの味もいいですし、三重県もんでね、美味しいですよ。どんな条件があればその入荷は順調になるんですか？やっぱり天気がいいっていうのが一番ですよね、はい、この時期のカツオのことを初ガツオって言うんですよね。そうですね、本当は本来初ガツオはあんまり脂がないんですけど、今年はあの若干脂も乗ってますし、本当に美味しいと思います。普通はその脂が少なめだっていうね、そうですね、ことでしたけど、はい、脂が多いのはどんな理由なんですか？やっぱり餌とかの関係じゃないかなと思いますけども。特に美味しく食べられるということですね、はい、そして岩牡蠣、こちらは先週と変わらずでしょうか？そうですね、あの入荷も順調ですし、だんだんあのサイズも大きくなってきてますので、こちら愛知県日間賀島のものなんですよね。生で食べていただいてもいいですし。いいですね、ありがとうございました、はい、以上価格調査隊でした。